からの江戸を二つに分けて、ただもとやこと町やこ、命をかけてしのぎを削る、これは男の旗本は、かたね風切りと遠くで、喧嘩に一日をあげる、あまりの乱暴の是非に、すくっと立ったその人は、口入れ家業もどじめの万歳よ。空に響くは櫓の太鼓、蔵前八幡境内の晴天八日の大相撲、今中入りの木が入り、東西東西はばかりながら、これより明日の取り組みをご披露つかまつります。立行司木村庄之助、巻髪広げて取り組みを一番一番読み受けば、黒足には桜川、黒足には桜川、聞いて見物驚いた。ご隠居さん、今の聞きましたか？大関の黒足に幕下の桜川っていうのは格が違いすぎるんじゃないですかね。ああそうじゃ、確かに格が違いすぎる。実はな、この取り組みには裏があるんじゃ。え、裏がある？それは一体どういうことなんで？いいかい、よくお聞き。大関の黒足に肩入れしているのは旗本役の水野十郎左衛門じゃ。で、桜川を後押ししておるのが万髄院長兵衛じゃなあ。裏があるじゃろ。そのよくわからねえんですが、この取り組みは水野の計り事じゃ。計り事？そうじゃ、長兵衛の日頃の恨みを晴らすために黒足に桜川を投げさせる、そのための取り組みなんじゃよ。そりゃ大変だ。さあ、この噂があっという間に江戸中に広まります。さて、その晩、桜川五郎蔵は目の見えない母親のためにいつもの煎じ薬を見立てております。おっかさん、長兵衛親分さんからいただきましたお薬ができました。さあ飲んでくだせ。五郎蔵や、明日は大事な一番があるっていうのにすまないね。そんなことはいいから、さあ早く飲んでくだせ。この頃じゃお天道様の光もうっすらと見えるようになったんだよ。これもみんな万髄の元締めさんのおかげさまだね。あばら屋だったのがこんな綺麗な家まで買いちまって、わしら親子は
花川戸に足を向けて寝られて。本当にね。それはそうと、明日のお相手の大関は何でも水野のお殿様がご贔屓だってんじゃないか。お前大丈夫なのかい。何、こっちが気をつけて取る分には決して遅れを取ろうとは思いません。そうかい、それならいいんだけど、私はなんだか妙に胸騒ぎがしてね。とにかく元締めさんのためにも明日はきっと勝っておくれ。主が知らせる、夜も更ける、まだ日が昇るその前に、蔵前八幡すごま、見物たくさん仕掛けて、おすなおすらのおさわ、さあすごい人手ですね。ああそうじゃ、みんな親孝行の桜川の上に駆けつけたんじゃ。まったく、何とかして桜川に勝たせてやりたいですね。そうじゃ、桜川が勝つということは町役子が旗本役子に勝つということじゃからな。万数をよい取り進み、城内は熱気にあふれどよめいて、いよいよ始まる大一番。東黒足黒足、西桜川桜川、呼び出しの声にどっと上がる大歓声。桜川勝ってくれ、桜川親孝行。掛け声を背中に受けて桜川、土俵に上がれば色白の肌は朱色に染め上がり、その目は澄んで潔く、仕切る姿の美しさ。黒足負けちまえ、黒足この親子。大関黒足神田優、六尺豊かな男、悪役面で煙くじゃ、観客を肉肉しげにぎろっとにらみ、土俵の上で仁王立ち。東方の佐治家には水野十郎左衛門、近藤登之助、金爪海の神ら旗本白塚組の面々が陣取り、西方の佐治家には刀剣権兵衛、離れ駒四郎兵衛、夢の一郎兵衛ら万髄長兵衛の身内が顔を揃えて睨み合っている。黒足と桜川、気合を込めた仕切りが続く。行事の式守三郎、呼吸を測って張ってよい。軍配行けば桜川。
で足へ鋭くついて寝る。思わず下がる黒足の手元に飛び込み桜川左を刺して頭をつける。体勢不利な黒足は力任せに小手投げに崩して出るが桜川ぐっとこらえて食い下がる。このまんまでは面倒と黒足一気に攻め立てる。右のかいなに力を込めてじりじりじりと前に出る。おりきんそうの黒足が必死の漁村ぐいぐいと押せば小兵の桜川ずるずる下がって土曜日は俵にかかとあてがてもう後がない踏ん張りどころ。桜川負けるな、桜川頑張れ。黒足が顔を真っ赤に染め上げてここが勝負と攻め立てる。桜川腰を落としてこれを受け黒足の出てくる力を利用してぐいとひねれば黒足は弾みを送ってどっしー仰向けざまに倒れた八幡境内をどっと揺るがす大歓声。面目潰れた白塚組は逃げるようにこそこそと去っていく。刀剣権兵衛大呼びで邪魔をやれ、おととい消えれ。桜川よくやった、花川殿に今使いを走らせた。親分もきっと大喜びだ。刀剣の親分さん、ありがとうございます。今日は死が勝てたのが皆々様の応援のおかげでございます。えれ、勝っておもらず。おめえさんは年は若えのに人間ができとるな。さあこれから長兵衛も駆けつけてきて酒盛りが始まります。一方こちらは負けた黒足半太夫、向こう両国の青柳楼の二階で白塚組の面々を前にうなだれております。水野十郎左衛門が、これ黒足、うへい、昨日身どもが屋敷においてもし桜川に負けた暁には首を差し出すと申したな。うへい、よし、しからばただいまこの場で申し受ける。そこへ直れ。あいや水野殿、しばらくお待ちくだされ。ここはこの金松又四郎にお任せくだされ。損功が起こるのももっともだな。黒足とてもまさかこのままで死ぬわけにも参るない。ここは一晩待たれてはいかがかな。白塚組の切れ者で
生まれじ働く金松が腹に一物間に入る。言われて水野は考えた。この金松がしゃしゃり出てきたときは必ず企みがある。ここは一番の追ってやろう。あい、分かった。ここは金松殿に任せるとしよう。受けたまわった。しからばよく聞くるわしよ。お前の身柄はこの金松が預かった。お前のまことの千秋楽はこれからじゃ。梅雨には早い初夏の夜、牧汁をぶちまけたような黒闇、カワズの泣き寝が雨を呼ぶ。とぽっつりと提灯の火が闇に流れた。先に立っているのはふんどし担ぎ、後に続くは桜川五郎蔵。親方、振り出してきやしたぜ。おお、はよう帰らんとぬいねずめになるわい。どれ、急ぐとしようかい。バラバラッと大粒の雨降る中を尻を絡めてタッ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 二人駆け出す田んぼ道。足元を取られるように気を配りながら一丁ばかり来た時に、ピカッと闇にひらめく三着の稲妻。えい、突然何者かが切りつけてきた。先に立ったふんどし担ぎは足を滑らせてタップの中に落っこちた。何者だ。桜庭は長巻き差しに手をかけて一喝したが声はない。息を殺して伺えば。前に二人、後ろに一人、刀構えて迫りくる。桜川じりじりじりっと回り込み、田んぼを後ろに排水の陣。さあ来い。剣術の心得のある桜川、長脇座しを抜き放ち、中段にどっしり構え油断なく、足元しっかり踏みしめる。ピカッガラガラドーン。雷鳴とどき大雨がザンザザンザと降りかかる。暗闇照らす稲光、浮かぶ姿を見て取って、いや黒足だな、相撲に負けた腹いせか。黙れ桜川、命はもらった。気合いの音も切り下ろすのを左に払って受け流す。黒足の体が泳いでつんのめり、そのまま田んぼに倒れ込む。黒足を追いかけて田んぼに入る桜川。へい、おお、チャリンチャリン。泥にまみれて一号二号、刃合わせて攻めに合う。必死の攻防四半時、ぜいぜいと肩で息する桜川。足がもつれて倒れるところを黒足、まだと大冗談。振りかぶったるその時に桜川
下から突き出す長脇差し、黒足の胸に深々突き刺さる。無念の形相ものすごく、哀れ黒足死に果てる。よろよろと田んぼの中から這い上がると、逃げてしまったのか残りの二人の姿はどこにも見当たらない。桜川の弟子も消えていた。その場にしゃがみ込むと、肩で息をしているその時、傍らの藪の中から現れた覆面頭巾の侍一人、桜川に近づくと矢庭に突き出す竹槍が、ぐずり右の脇腹ただひとつき、とうめきながらも桜川覚えの一刀バッサリと竹槍を切って捨てたが深い傷。その場に倒れ虫の息。さて、こちらは桜川の弟子のふんどし担ぎ、入り屋の田んぼから浅草花川の万全長兵衛のうちに駆けつけた。開けておくんなせ、大変でございます、開けておくんなせ。ガラッと開いたところで転げ込むように倒れ込むと、大変でございます長兵衛親分、助けておくんなせ。よっ、どうしました。大変でございます、桜川の親分が今入り屋田んぼでくせ者にやられています。なに、桜川が襲われた、入り屋田んぼだな。よし、わかった。備前の長船技者、腰にぶち込み長兵衛が、差しのまんま虎の子走り、いや田んぼへ駆けつける。雨が上がって満月が、真昼のように照らす道。いや、桜子、しっかりしなせ。大丈夫か。親分さん、しっかりしろ、傷は浅いぞ。一体誰がこんな真似を。黒足関に襲われて何とか倒した後で、白塚組の風松又四郎が竹槍で。何、金松が。親分さん、足合うのダメだ。おふくろをどうかよろしくお願いいたします。分かった、おっかさんはきっとこの長兵衛が引き受けて、おめえに代わって孝行してやるから心配すんじゃねえ。桜川微笑み浮かべことを綺麗る。怒りに燃えた長兵衛が、憎き仇の金松を撃たんとすれど、旗本の白塚組が邪魔をする。旗本やこと町やこ、意地がぶつかり火花を散らす。江戸の噂は万随人、男命の物語。男、命